よし、録画開始した。本日2本目のゲームはこちら、レースフォーザギャラクシーとなります。知ってる人は知ってると思う。いつも通りの宇宙のボードゲーム、宇宙のボードゲームです。リリースしたのは2007年っていう形で10年前のゲームですが、まあ10年前でだろうが、なんだろうが面白いも面白いっていう形で、それが今年、ようやく、スマートフォン版という形で、リリースしましたので、今回このレースフォーザギャラクシーについて、ゲームを紹介していきましょう。といっても結構ルールがめんどくさいゲームなんで、今回チュートリアルを兼ねて、ルールをいろいろと説明していきます。トレーニング、エクスペリ、エクゼリス、エクゼリ、エクゼリ、エクゼリシス、エクゼリシスか。まず最初のトレーニングからスタートです。このゲームは、まあ、大まかに言うと、ボードゲームというとカードゲームです。カードを使うボードゲームになってます。で、各プレイヤーはターンの最初に、このターンに何をするかっていうのを選択します。で、今回はこのデベロップメント、肘型を押して、選択しましょう。で、これで OK ボタンを押す。すると、僕は、この肘型、デベロップメントを、実行しました。で、それに対して、対戦相手は、エクスパンド、惑星入植するを選択しました。という形でお互いの選択が決まると、この後実際にカードをプレイしますが、特徴的なのは、この1234という工程の順番で、探索、建設、そして惑星の入植、という形で、お互い選択した行動が取れるというものになってます。もちろん自分が選んだら、選んだボーナスという形で、選んだ人にボーナスが、選んだ人に、お得な状況になりますが、対戦相手が、選択した行動も自分が行えるというのがこのゲームの特徴になってます。なので、毎ターン毎ターンじゃないにしても、相手がどれを選ぶか、なり自分が選んだ時に相手を得させてしまうのではないかっていう部分を読み合いながら、このターンの行動を決めなくちゃいけません。それがレースフォーザギャラクシーの、魅力の一つです。あとの魅力は宇宙ですかね。で、自分は、開発を選択しました。開発を選択するとコストが1下がります。じゃあ、この、コスト2のカードを使いましょう。で、カードのコストは、手札から、カードを捨てることによってコストになる。言ったら、今回で言うと、コスト2のカードに対して、自分が開発選んだから、プラス、マイナス1ボーナスがついて、1枚カードを捨てると、この、カードが出せますよっていう形になります。出した。で、相手も、こちらが、僕が選んだ、デベロップメントで、カードをプレイできますが、選んでいないので、マイナス1、コストマイナス1のボーナスは入りません。じゃあ次、相手が選んだ惑星入植をやっていきましょう。惑星入植のカードありますね。じゃあこのカードを使ってと。で、このカードはコスト2なんですが、先にこのカードを出しておいたので、レアリソース、茶色惑星のコストが1減るという風なカードを先に置いておいたので、これでコストが1減って、カード1枚支払うだけでプレイができます。で、配信を開始しました。さあ、画面映るかな？レースフォーザギャラクシーの続きです。で、このゲームは最大4人でプレイできまして、4人でプレイできますが、相手に関しては、こういった省略されて、表示が省略して、表示してあるものになってます。といっても、最大でこれカード14枚ぐらい並ぶんで、カード14枚並ぶ、14枚 ×3 が、この狭い空間に並んでしまうと見えなくなるから、大抵省略して表示されるってものになってます。相手の手なり、相手の手に関しては特に気にしなくていいです、最初は。もうとにかく自分のやりたいことをやればいいですね。自分のやりたいことをやるんですが、相手が選択する行動を見越して、やりたいことをやることによって、本来だったら自分の行動が1回
に対して相手の行動をうまく使えば、1ターンに2回3回と行動できるようになるっていうのが、特徴になってます。じゃあ次はこのリソース交換を選択しましょう。惑星からはリソースが発生します。これがリソーストークンですね。あ、すいません、今相手があれですね、探索を選んだんで、カードが2枚、支給された形になってますね。ダブルタップすると効果が見れるよ。で、2枚引いていらない方を1枚捨てる。これがエクスプロール。で、次は僕の番ですね。僕の番は、カードを惑星から生まれた資源を市場に支払うことによってカードが手に入るっていう、効果です。これですね。4番、コンシューム、資源を売る。で、資源の色に対して、拾えるカードの枚数変わってくるって形になってます。今回で言うと茶色だったら、3枚得られるって形ですね。手札を得るっていうのが結構重要っていうか、このゲーム手札に関してはこの探索選ばないと手札が入らないので、惑星を置いてちゃんと資源を売ってカードを入れなくちゃいけません。これによって、惑星なり、の探索、そして、惑星の開発、そして惑星の入植、そして入植した惑星、間違った。カードを探索して、で、拾ってきたカードから、開発カードを置いて入植しやすくして、そして入植することによって、リソースを手に入れて、リソースを売ることによってカードを得る。という、この工程を繰り返し繰り返しプレイしていって、どん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 国を大きくしていくっていうのが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの基本的な流れになります。さあ、次のラウンド何する？選んでみよう。そうさな。次はデベロップをやっていこう。ちなみに同じカードは2枚置けませんので、カードがダブった時は1枚捨てましょう。で、僕が置いたカードは開発フェーズの時に1枚カードが手に入るっていうカードですね。で、割とカードの効果がぶっ飛んでるので、こういったぶっ飛んだ、カード同士をぶつけて楽しむ、そしてぶっ飛んだカードの、シナジーを楽しむというのが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの特徴になってます。この手の手札を捨ててコストを支払うという、ルールに関しては、プエルトリコなりいろいろと、他のボードゲームではありますが、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの特徴としては、とにかくカードがめんどくさい。カードの効果がすげえめんどくさいよ、このゲーム。次何しよっかな。探索。普段だったら、2枚引いて1枚捨てるなんですけど、今回3枚引いて1枚捨てるってモードですね。じゃあ惑星置いて2枚カードを捨てて、で、今のところ2人でプレイをしているから1ターンに 2回しか 動けないっていうものになってるんですけど、プレイヤーの数が、どんどんと増えれば、1ターンにたくさん行動することができます。じゃあまずイージーモードじゃなくてミディアムモード、実際にゲームをプレイしてみましょう。エクスパンションは、ニューワールド。これは、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの最新エクスパンションですね。まだ発売してません。PC で先行しました。まあ、じゃあ PC じゃないわ。スマートフォンで先行しました。後ほどカード版が出ると思うよ。ニューワールドの拡張はちょっとちっちゃめ。で、最初にこの、スタート惑星が2枚のうちどっちかから選ぶってものになってます。一つは、
デベロップした後カードが1枚手に入るか、手に入るのと、惑星から資源を出した時にカードが1枚手に入るっていうカード。それか、資源を売るときに、カードを1枚、資源を売るフェーズでカードを1枚ドローするのと、あと惑星を置くときに、軍事力で征服するっていうタイプの惑星を、軍事力で征服しなくできるっていうカードですね。どっちがいいかな。で、最初のスタート惑星と手札を見ながら選びましょう。どうしよっかな。こっちでいいや。で、こいつのコストが2なんで2枚捨ててくれっていうふうに言ってるね。じゃあ次、選択フェーズ。相手が選んだら、相手が選んだ行動もプレイできるって形になってます。何を出すかっていうのを見ていきましょう。でも最初の方は特に意識しなくていいよ。自分が選んだ時のボーナスから選んでいけばいいですね。エクスプロールは、2枚引いて1枚捨てるっていうのが、基本的にエクスプロールなんだけど、自分で選んだ時は、5枚引いて、5枚引いて1枚捨てるか、3枚引いて2枚捨てるのどっちかっていう形になってます。これですね。で、デベロップメントは自分で選んだら、コストが1下がる。で、惑星は自分で選んだら、カードを1枚引ける。フェーズの終了時にカードが1枚引ける。だから、コンシュームは2種類あって、カードを手に入れるか、それか、カードの効果を使って、資源を、売った時に手に入るビクトリーポイントが2倍になるっていう選択。で、最後に、5つ目、プロデュース。惑星から資源が出てくるんですね。これもちょっとめんどくさいんだけどな、説明が。実際にやってみよう。僕の場合で言うと、今回は、このカードがあるから、惑星入植からスタートしていきましょう。じゃあ僕の番ですね。僕の番ですけど、本来だったら軍事力を持っていないと出せないカードなんですが、このカードの効果のおかげで、コストマイナス1の通常惑星という、として、扱うことができる。で、コスト1なんで、1引いたらコスト0になる。なんで、タダで出せました。周りに、リソースの色がグローです。でかかってる惑星は出した時点で、リソースが手に入ります。で、そうと違い、このマークの中に直接色が入ってるやつは、出した時点では、リソースが発生しませんが、この5つ目の選択プロデュースを誰かが選んだ時点で必ず発生するっていうものになってます。で、今度はそうだな、ちょっとカードが欲しいから早速カードを売りに出しましょう。他のプレイヤーはデベロップメント、デベロップしてもいいかな。こいつ早いこと出したいんよ。惑星のコストが2減る。じゃあコスト4なんで4枚捨ててと。カードすっからかになっちゃったけど、自分のターンで資源売ってカード手に入るからこれでいいよ。青いカードは通常2枚ですが、先に出し、このカードのおかげで、プラス1されて、3枚入手できます。これで、
マイナス2になったから、次もあと惑星、でからこのマイナス2の効果が働いて、カード1枚捨てるだけで場に出せる。誰かがプロデュースを選んでくれましたね。プロデュースはもともとこの中に色が入ってる惑星に関して、誰かがプロデュースを選んだ時点で資源が発生します。に対してグローがついてる惑星に関して誰かが選んだ状態では、誰かがプロデュースを選んでもリソースは発生しません。なのでこいつから発生させたかった自分でプロデュースを選んで、自分で選んだボーナス、言ったら周りにグローがついている惑星に資源を1個作るという風な、ボーナスを使わないと、資源が発生できないものになってます。カードが欲しいんだけど、資源を捨てて4枚ゲット。でさらに誰かがプロデュース選んでくれたから、先ほど出したカードにプロデュースが湧いてくる。なんで選択した時と、処理の選択した順に処理が決まるんじゃなくて、処理の順番はもともと決まっているので、今回で言うとプロデュース選んでるっていう状態だったら、この色付きのやつを出した方が、ターンの最後に絶対入ってくるってわかるので、お得になるって形ですかね。次は デベロップメント、1枚出して捨てる。捨てる捨てる OK。で誰かがコンシュームを選んだようです。コンシュームを選ばれたんですけど、自分で選んでないから、カードの、資源を売るというふうな行動が取れません。で、プロデュースじゃなくて、コンシュームの場合は、カードについてある、ここにカードの、1,2,3,4,5 って形でレベルで書いてあるんですけど、あ、フェーズが書いてあるんですけど、この、フェーズ4、コンシュームにマークがついてないと、実際に リソースがあっても売れないものになってます。なんで、フェーズ4のコンシュームは、すでに、出したカードの、効果を使うものだという形になりますね。今回で言うと、このパージワールドなんですけど、緑を、資源を出すことで、カード1枚と VP、チップが1枚手に入るって形になってます。これの繰り返しです。ゲームの終了は先に12枚。誰かがカードを出すか、この VP チップがカラーになった時になります。 VP チップがカラーになるって実際結構ある状況なんで今回で言うとそうだな、リソースあるから先にリソース捨てときたいんだけど、リソース捨てるにしても
あともう一個惑星出さないとリソース捨てれる状況にならないってことか。じゃあ惑星出すか、素直に。いやー、どうだろう。惑星出していいのかな、これ。惑星出そう。どっちを出すか。緑を払って、ゲイン 1VP に関してはもう同じような効果があるからいいとして、黄色プロデュースした時にカード1枚手に入るに関しては黄色の惑星がないから、関係ない。じゃあこっちかな。こっちもそんなに強くないんだけどな。ギャラクティックサーベイスセティに関しては、探索した時にカードが、2枚余分に引ける。だけど結局残すのは1枚なんだけどね。だけどその分ライブラリーをたくさん掘れるっていう形になりますね。んで、コスト6の施設に関してはちょっと特殊な扱いになってまして、コスト6の資源のこの VP、ビクトリーポイントは、こういった計算式によって求められます。コスト1の、施設を出すと1点。で、コスト1の惑星を持ってると2点。で、その他に惑星があると1点っていう感じの付き方になってます。なんで、コスト6の、施設というのが後半出せたら、いろいろ大逆転できることもあるし、序盤の方にしんどいけど、カードがカツカツでしんどいけど出せば、大きな効果が得られるものになってます。じゃあ、こいつ出すか。6枚捨てるのか。1、2、あ、全部か。4、5、6、しまった。やることが他にない。資源が2つあって1個ダブってるって状態なんで、資源をもう1個、売れるような、カードが欲しいですね。じゃあ、カードを探索しましょう。普段だったら5枚引いてくるところが5枚引いてくるところが、こいつでプラス1、こいつでプラス、こいつでプラス2という形で、合計8枚引いてきた形になってます。ただ残すのは結局1枚なんで、どれか1枚残すって形になりますね。黄色。資源を交換できる惑星がないな。資源を交換できる惑星がないぞ。考え中。カードが12枚しか置けないので、あんまり安いカードを連打してしまうと結局自分のポイントが下がっちゃうので、こう中盤後半になってくると結構カードドローでき、最初のうちにカードのドローエンジンを作っておいて、そこでカードをドローして、そしてどんどんとコストの高い惑星を出していくっていうのが基本戦術ってわけじゃないんだけど、まあ、かなり近い基本っていうか、多分その戦い方が一番いいんだろうなって思ってる。2引いて4、あと1足りん。ああ、困ったな。
ほな。結局カード引いたけどいいカードがなかったってことで、このカードで1枚カードを捨てる。今回は多分逃げ切りの方がいいな、これだったら。あと4枚カードを出せば自分が勝てるので、相手が VP ガンガン稼げるようになる前に回してった方がええんかもしれへんな。じゃあプロデュース、まあ、プエルトリコなりと同様、その手札からカードを支払ってコストにするっていうタイプ でどんどんとあのこの今出してるカード役を作っていく。この今出してるカードにシナジーを求めていく。シナジーイコール役なんで、そこは割とその結構他にもいろいろゲームとしてあるんだけど、このゲームの特徴としてそのカードそのもの効果が結構ぶっ飛んでて結構複雑 でさらにあのこういった武力何もあったりするのよね。こういったカードミリタリーっていう戦闘力上げる。でミリタリーっていう戦闘力があれば惑星をその占拠する、惑星をこう占拠していくというものになるので、ミリタリーが十分にあれば、例えばミリタリーが4あれば、このミリタリーで、出す惑星に関してはコストなしで出せるってものになってます。なので武力があれば手札を失わずにどんどんと武力で惑星を侵略していくってものになってます。それに対して、自分で出すっていう形になるとカードを支払っていくので、こういう黒い数字ねはカードを自分で支払っていく形になるから、ドローエンジンを作らないと、後で詰まってしまうってものになります。なるべくこういったカードを引くという行動を行わずに資源をどんどんと売っ払って、そしてカードを入手したいですね。お、これ出せるんか。あ、そうや、6やもんな。で、本来はこの赤の数字は武力で取る惑星なんですけど、このカードの効果を使って、黒の6に変えます。これで黒の6に変わりました。で黒の6に変わるとここでマイナスになるから、あと4枚カードを捨てれば出せる。カードをどんどんと打っていきましょう。今のところまだ独走状態ではあるけど、あとは誰か他の人が行動した時のカードを引いて、でそれで自分がカードを出せばいいっていうような形にしていきましょうかね。ああ、これ。ああ、なんでもいいから2枚、2つ資源を出せば。
VP が 2点手に入るのか。いいな、これ。で、このカードを使って資源を2つばかり売って VP チップを手に入れましょう。あと1枚出せば勝てるんですけど、コストがないもんだから、どうしよっかな。探索しても無理やり先に出してこのまま逃げ切り勝利でいっか。これだったらなんか引いてこい。探索力やったらあんねん。あらら、ああ、誰もカード出しなかったんか。そうさな、それだったら、最後に、でかい数字打って、勝利にするか。で、プロデュース、資源フェーズ。で、僕で言うと、資源フェーズの時に、何か、違うタイプの資源が発生することにカードを1枚引けるっていうカードを置いているので、これで一気にカードが集まりました。では、最後に、コスト6の、カードを置いて、これでカード12枚出しました。 VP チップが先に切れるかなと思ったけど、で、このターンが終了して、僕が12枚、カード出しておいたので、これで、カードポイントとチップポイント合わせて49点で勝利になります。なんか楽に勝てたな。と、まあ、ゲームの流れとしては、相手が、どういう風な行動をするかっていうのを、読んでいきながら、特にの中盤以降になると、このコンシューム、資源を売るっていうのと、プロデュース、資源を作るというのが結構重要になってきて、惑星を出してると、資源を売って資源を作る、資源を作って資源を売って VP チップを買うというふうな、VP チップを買うなり、カードを引くというふうなドローエンジンがなりですね、ビクトリーエンジンが完成する形になります。それを早い段階に持ってこれたら、他のプレイヤーを追いつくのは結構大変になりますね。特にこれが強い。VP チップとカードを1枚ずつ手に入れるっていう、カード。じゃなくて、効果。配信を開始しました。それと、安定して、資源が出せるような、こういった、真ん中に、色が入ってるカードがあれば、こいつだったら出した時点のカードの VP は0点。なので、あんまり意味がない、安いように見えるかもしれないんだけど、最終的には資源を自分で出せるし、資源を自分で売れるっていう形なんで、ちゃんと序盤から資源を資源を作って資源を売るという風なエンジン、状況に突入すれば、カードも、VP チップもどんどん溜まるというものになっているので、最終的には、もっともっと VP の価値があるカードになっています。
このカードのように自己完結しているものもあれば、こういった惑星をバンバン撃つときに、マイナス2っていうのがすげえでかい。で、さらにこれと、この、武力で制圧する惑星を、武力で制圧するっていうのじゃなくて、赤の数字を黒の数字にするというカード。で、さらにマイナス1もつくっていうカード。こいつがあれば、この赤の数字を黒の数字にするというカードと、黒の数字を2減らすというカードがあれば、武力を持っていない状態でも、こういった、7点という非常に高い戦闘力ないと落とせないような惑星でも入手できるという形になります。といった形で、カードのシナジーが結構複雑なんよね。で、この複雑さが、カードゲームとしてプレイする分には、まあ、結構その、好みがある。もう、すげえクソめんどくさいんだけどやってて面白いっていう流れだったんだけど、スマートフォン版になって、この辺のルールの処理を、プレイヤー自身じゃなくて、ゲームがやってくれるっていう形になったんで、通常人間が回せば、45分かかるゲームが、だいたい15分から20分くらいで終わるっていう形になってます。で、これで相当プレイがしやすくなりました。で、そうしたプレイのしやすくなったっていう状況で、このゲームを見てみると、このゲームぶっちゃけ言うと麻雀です。麻雀なんだけど、泣いてから後で泣いた後で役を作る麻雀。なんで、先にトーンを泣くみたいな形の、言ったらその、とりあえずトーンを泣いてしまえば、これが言ったらトーンですね。トン場でトーン泣けばこれで役がつくっていう形。で、自己完結してる場合ですね。でそうじゃなくて、例えばそのペイを泣く。ペイを泣いたら、その後、まあ、本位置か、ちゃんたを狙っていくっていう作りになっちゃうじゃないですか。そういった、先に、どんどんとカード出していきながら、今泣いたカードを使って、後に来るカードの、を役に仕立てる。このゲーム、カードをキープしようにも、結局そのコストとしてどんどん支払っていった方が早いんよね。もちろん、自分の今の戦略に合ってるカードに関してはキープしておいた方が強いんだけど、キープして、言ったらカード1枚、無駄にするぐらいだったら、もうどんどん、回していって、自分の今、ここにできてる川をどんだけ強くする、川の汎用性を上げていくなりですね、川の流れを見ていきながら、その、最終的にポイントが稼げるような、こういったドローエンジンを作るもそうだし、軍事力を上げて、こういった、赤の数字、の惑星をタダで出せるようにするっていうような形の戦略もそうだし、まあそうですね、商人プレイなり、軍事プレイなりですね、あと惑星ガンガン侵略していくっていうプレイなり、あとはレベル6施設を出せるように、施設開発をきっちり、めっちりやっていくっていうような戦略、建物勝利ですかね、いう形で、ゲームをプレイしていきながら、今自分が作ってる川の見てですね、役を後でどんどんと作っていくっていう、役を後付けしていく後付け麻雀になってます。麻雀に例えていいもんかどうかって難しいとこあるよね。麻雀に例えたら結局人生全部麻雀じゃんって言い方できるから結構危ないんだけど、このゲームに関しては麻雀だと思ってプレイすれば、かなり、ルールが分かりやすいものになってます。ので、このギャラクティックマージャン、ただいまスマートフォン7ドルで売っておりますので、ぜひとも、興味ございましたら、ご購入ほどよろしくお願いします。まあ、マージャンじゃん、運ゲーじゃんっていうわけで、運ゲーってわけじゃないのよ。一応行動としてはその、最初に、ターンの最初に、自分が何を行動するか、相手が何を行動するかって読んでいかなくちゃいけない。特にポイントが僅差だったら、あ、こいつ今ドローエンジン回してるってことは、言ったらこっちの方の、フェーズ4なりフェーズ5、コンシュームなりプロデュースに偏ってるなって分かったら、自分がここをプレイしなくても、漁夫乗りできる。そうです。このゲーム、漁夫乗りを、相手がどういう行動、何をしたいのかってのを見て、漁夫乗りを狙っていくゲームなんよ。漁夫乗りをうまく狙えたら、自分、まあ、相手にしてもそうなんだけど、自分が一旦で行動できる回数が増えるし、相手の漁夫乗りを見越して、カードを出す順番っていうのを決めていけば、一ターンでより多くカードを出せるってものになってる。そうだし、一ターンにカードを出さないにしても、資源を作って資源を売るという風なドローエンジンが完成してるんだったら、そのドローエンジンを一生回して、先に VP を切らすのも一つの手ですね。
先にカード券を12枚置くか、先に VP チップがなくなるか、どっちかで、勝負が決まるって形なんで、ゲームエンドがですね、どっち側に偏るか、先に自分がカードを出す先行逃げ切り方でもいいですし、VP エンジンガンガン回して、相手が絶対逆転できないようにするっていう形でもいいし、VP 先に切らしてしまったら、VP、そうです、このゲーム、ここの場に置いてるよりも結構 VP が結構溜まるんで、もちろんここのポイントもでかいんですけどね、こういった。カードで VP を稼ごうとするとどうしてもやっぱコストがかかるので、そうじゃなくてコストをかけない方法、惑星で資源を作って資源を売るという行動、この行動を言ったらコストがかからない上に安定してプレイができるっていう部分があるので、強い選択になってます。そういった勝ち筋の幅の広さで言うと、レースフォーザギャラクシーはすごく、魅力のあるゲームになってますが、人間でプレイすると非常にめんどくさい。なんでかというと最初に行動選択フェーズが発生するから、この最初の行動選択フェーズのおかげでゲームがどんどんでやっぱ必然的に長くなってしまうんだけど、PC 版じゃなくて、スマートフォン版だったら結構、丁寧なユーザーインターフェースで、自動で処理してくれるので、そんなに気にせずに、プレイできるものになってます。で、今のところミディアム AI、今僕何回、まあ、結構このゲームずっとやってんな。それで、まあ、ミディアム AI あたりだったら割と勝てるようになってきたってところになってますけど、ハードは死ぬほど強いです。だってもう、イージーランクと、ミディアムランクとノーマルランク、全然強さが違うやん、絵のね。絵の強さが違う通り、ミディアムなり、イージーミディアムと比べて、ハードはむちゃくちゃ強いです。で、この辺の、AI プレイヤーのルーチンが、非常に秀逸なのが、レースフォーザギャラクシーのスマホ版の特徴と言えるでしょう。なんで優秀かっていうとね、実は2009年あたりから、有志が、PC 原版をこのゲームずっと開発してたんよ。一人で。で、もう、言ったらもう、2009年だから、だから7年か8年ぐらい、ずっと、AI のルーチンを更新し続けてるんだよね。なので、むちゃくちゃ精度が高いです。で、スマートフォン版はその、レースフォーザギャラクシー AI という、その、無料ソフト、無料の PC 版のソフトの、AI をそのまま積んでる形になってます。多分、うまいこと、そのアプリじゃなくて、ソフト、フリーソフトを作った人と話がついて、さらに、改良したエンジンを乗せるっていう話になったんだと思います。ちなみにツイッターでレースフォーザギャラクシースマホ版すげえ面白いって言ったらさ、その AI 作ってる人がなんか、いいねしてくれました。ファボしてくれました。最近なんか日本の開発者なり、日本のゲーマーなり、あんまり注目しなくて、海外のゲーマーなり、海外の開発者から注目されることが多いっていうような感じになってて、なんかちょっと申し訳ないな。より洋芸のレビューが進むよ、本当に。洋芸環境あったけー。で、今のところ、拡張セットが2本、出てるところでございます。あ、ワールドワイドナフォルエさん。はい、ワールドワイドです。無印が、確か820円、8ドルかな。7ドルに対して、拡張セット各4ドル、日本円で合わせ520円かかります。で、ここに下の方に隙間が結構あるので、おそらく多分全シリーズが多分出てくるんだと思う。ゲザリングストーム、レベルバーサスインペリウム、エイディアンテクノロジーなりですね。あといくつか、あと3本ぐらいかな、確か拡張が出てるよ、このゲーム。2007年にリリースして、まあ宇宙のゲームだからそうなんだけど、結構そう、コアなゲーマーが集まって、結構人気がある、シリーズになってる。まあ、なんかで、例えばドイツゲーム大賞取ったとかそういう風な感じじゃなくて、ただ単純にコアなゲーマーが集まって、コアなプレイヤーに愛されるタイプのゲーム。そのコアなプレイヤー、そうだ、このゲームスマホ版っていうのが結構面白くて、コアなゲーマーだからこそ、PC で処理した方が、コンピューターで処理した方がプレイがしやすくなるっていうような感じのゲーム。てか人間で処理するのめんどくさいね、このゲーム。あんまりにもめんどくさいからさ、このゲーム持ってってもさ、人に紹介しきれないのよね。なんか持ってっていいものかどうかすげえ悩むからさ、プレイ時間も長いし。
で、それでいざやってることっていうと結構上級者っていうか、まあ分かってる人間勝つっていうような感じのガチガチの戦略ゲームだからさ。だから PC 版出てくれてよかったです。あ、じゃあ PC 版じゃなくてスマホ版が出てくれてよかったです。PC 版になったらただでもプレイできるんだけどね。あと、ボドゲを、ただでプレイするっていうプロジェクト、あれの方でもプレイできるんだけど、あれは AI がついてないから、一人で遊ぶなり、とにかくレース・オブ・ザ・ギャラクシーが遊びたいっていうんだったら、スマホ版が一番強いです。ユーザーインターフェースしっかりしてるしね。次に PC 版。まあ、AI は、今このスマホ版と大体一緒ぐらい。で、確か開発が2014年で止まったんかな、確か。2014年あたり止まってるから、そっから後の拡張に関して多分このスマホ版で導入されることになると思います。うん。スマホ版超おすすめです。拡張第1弾、ギザリングストームと、拡張第2弾の、レベルバーソスインペリウムの、機能を紹介していきましょう。といってもエクスパンションつければね、プレイができるんよ。あれ、おかしいな。あれ？あ、またかよ、この。すいません。ちょっとエマージェンシーな状況が発生しました。少しお待ちください。もう困るよ、本当に。ちょっと待ってね。おっしゃ。すいません。長らくお待たせしました。ようやく回復しました。これでようやくアカウントが復活して、てかこのゲーム、通信できない状態だと、この拡張を買ってもプレイできないっていう状況が発生するのよ。で、今ちょうどその状況が発生して、なんでだろうって一生懸命悩んでて、で、何回か再起動してようやく動きました。これですね。ギャザリングストームとレベル、バースインペリウム。を、ルールを加えて、どういう風なルールかっていうのを説明していきましょう。これで、さっきのこの、もともとのベースゲームだと割と麻雀っぽく、ですね、後付け、泣いた後で役を作る、後付け麻雀っぽい、プレイの仕方になるんですが、ギャザリングストーム。で、追加すると、まあ、カードが増えるんですけど、カードとともに追加ルールが、導入できる形になります。で、この追加ルールで、大きくゲームが変わる形になってます。これが、ギザリングストームの追加ルールですね。どういうルールかっていうと、ここにいろんな種類の、追加ルール、いろんな種類の、ゴールが出てくる形になってます。これで言うと、最近に、VP チップを5つ集めたら、ボーナス点が3点手に入ります。これで言うと先に、4つの、惑星、4つの色の惑星を手に入れれば、3点手に入ります。先にエイリアンカードを3枚出せば3点手に入る。先に、手札いっぱい状態になってカードを捨てると、ボーナス点が手に入る。で、一番、4以上の施設を持ってる人が、ボーナス点が手に入る。で、プロデューションワールド、言ったらその、周りにグローがついてない、色付きの、丸を、4以上の、色付きの丸をたくさん持ってる人が、ボーナス点が手に入るって形で、ボーナスルールが、追加されます。で、このボーナスルールのおかげでですね、これまでだったら、まあ、言ってしまったら、後付け、麻雀みたいな形で、場にどんどんと、泣いていった内容で、ゲームを進めていくってものが、この、毎回変わる、ルールを満たすように、ゲームをプレイしていくというような形になる。
これなんかで言うと先に、VP チップ稼げるドローエンジンを作れば強いですし、まあ、先にどんどんと惑星を出して、全種類の惑星を出すように、この開発系で、ガンガンと、惑星進出を強化していけば強い。で、まあ割とレアリティに高い、そしてまあ強力な、エイリアン惑星を、どうやって取るか、エイリアンテクノロジーか。エイリアンテクノロジー、惑星なり、デベロップ、なんだっけ、あの、ひし形なりですね、エイリアン系の惑星を、エイリアン系のカードを引いて、ハンドキープするかどうかを考えなくちゃいけない。というふうな形で、ここにある目標を、達成していくことによってゲームを進めるというふうな、具体的なゲームの進め方の、道しるべというか、目安となるものが、用意されています。まあ、あとカードの枚数が純粋に増えました。110枚まで増えてます。むちゃくちゃカード追加されます。これによって。で、これによってどんどんと変なカードが、追加される形になってます。これが、まあ、5ドルの、ギザリングストーム。で、次に、レベルバーサスインペリウムをクリックすると、まあ、ギザリングストームの拡張になるので、どっちもついちゃうんですけど、今回そのテイクオーバーっていうルールが追加されます。テイクオーバーっていうルールは、カードのうちの、一部のカードに、相手が出した惑星を取れるっていうようなカード、言ったらプレイヤー攻撃が可能となるんですよ。あの、レベルバースインペリウムは。で、このプレイヤーに対しての攻撃が追加されたことによって、ちゃんと軍事力を上げておかないと、プレイヤーの攻撃を、他のプレイヤーから攻撃されてしまうっていう点で、軍事力の優位性を上げたのが、レベルバースインペリウムになってます。もちろん全く、非暴力でですね、無抵抗非暴力で、ガンガンと、あの、カードを先に出すだけ出して、先に12枚出してゴールしちゃうっていうのも一つの手なんですけどね。配信を開始しました。で、先ほど110枚あったのが今度山札が154枚まで増えてます。という形で、あの、拡張を、導入すると、これまで見たこともないカード、そして新たなアートワークなりに、出会える。のもありますし、ルールが大幅に拡張されて全然違った、ルール展開。無印だったら割と一人でどんどんと役作りしていくっていう感じのゲームで、相手の行動を読んで、漁夫乗りしていくっていう感じで、割とソリティアタイプなゲームだったんですけど、レベルパースインペリウムになると割と対戦要素が、きっちりと追加されて、他のプレイヤーとの、競争がより激化したっていう形になってます。で、他にあと拡張が3本ぐらい出てるんですけど、後ほど多分追加されそうな気がする。この、ここの、まだ空いてる隙間を見る分にね。じゃあこれ全部でさ、その5ドル5ドルって払ってったらさ、結構な値段する。フルプライスじゃないけど、ハーフプライスぐらい値段になっちゃうよね。なので気に入るかどうかっていうのは結構難しいところはある。僕はフレースフォーザーギャラクシーすげえ好きなんで、その点で言うとすげえ、あの、今回の試みっていうか、今回も、まあ別に、20ドル、30ドルだから払うよ、このゲーム面白いからってつもりなんだけど、人に勧めるとなった時に結構難しいですよね。ベースゲームがやっぱ8ドルって部分があるから。なので、どうしてもその、まずやってみない、見てからじゃ7ドル払えねえやって人はですね、PC 版の、レースフォーザーギャラクシー AI をプレイして、まあ、ただでプレイできるからね。でそれで気に入ったら、スマートフォン版を購入して、新しい、今回の そのスマートフォン版で、先行リリースしたこのニューワールドっていうあのカード。このニューワールドはちなみに、まあ最初に引けるスタート惑星の選択肢が増えるっていうだけなんですけどね。まあそれでも、だけでも全然、ゲームの攻略が大きく変わっていくものになりますから。このゲーム、その、まあ、スマートフォンの、この、デジタルボードゲームでよくあるんだけど、BGM がね、まるっきり一緒なんよね。で、
アンビエント系の BGM、別に邪魔にはならないんだけど、ちょっとゲームとして盛り上がりに欠けるっていうのがあって、うん、あと背景が全く一緒っていうのもね、この辺でちょっと、本当はボードゲームをデジタル化しただけなんだよなーっていう部分がちょっと不満点になってます。なので、まあせっかくなんでちょっと、あともう一回プレイするんで、ちょっと BGM を変更して、ちょっと違った雰囲気でゲームを進めていくことにしましょう。さあゲームしようか。VP エンジンか。これは、軍事力を普通の惑星に変えるっていうカードで、エリアン惑星以外ね。うん、んでからレベル惑星1個につき、レベル惑星1個につき、カードは1枚手に入る。今週の後だしな。じゃあまあこれでいいや。困ったら資源でいいや。このカードは、黒丸を、軍事力で変えるようにするってカードが強えな、これも。これは、カードをディスカードしたらプラス1。軍事力が欲しいかな。あ、目標見てなかった。レベルアップ最初にか。ちょっときついな。これはレベルミリタリーワールド3以上の数か。とりあえず資源誰かもう捨てるっていうふうに言ってるから、とりあえず資源カードか出すか。だから早速ドロエンジン回していきましょう。あかん。プロデュースするか。どうしようかな。まあでも手札ないから、とりあえず手札回収しなくちゃいけないよ。もう一体7枚貯めるってどういうことじゃねえお前。あ、取られた。資源を売ろう。あ、調子ええなお前ら。くそ。見捨てて、でさらに、VPそれは、これはスペースカードゲームな感じですよ。ちょ、VP ポイント。を稼いでいこうと思うんだけど、レベルがあるな。
もう一回カード引こう。よし、4点。デベロップ選択しているからコスト1減るんで1枚カード捨てて、戦闘力2増える、ミリタリー2増えるカード、開発のカードを出しました。もう1回連打。BGM のゲーム。せやな、 E3 で発表あると思ったんやけんな。あ、これいいね。このカードで、コスト3枚払って、で次に惑星カードが誰か、 AI さんが選んだ惑星カードでこのレベル惑星が出せる。どうしよう、こいつ1点持ってる。こいつの手が多分 VP いきなりたまらへんな、これで。じゃあこっちコンシュームで選んで、カードを出してと。よし、これで VT5 点のボーナスゲットだ。回してるもんね、完全に。あかんな、他の他でボーナス取られてもらうな、これ。これを青のカードが出た時に自動的に1枚カードが手に入るっていう強力なカード。今の条件で強力や、青ばっかりやし。このカード出して2枚捨ててと。でプロデュースのフェーズで僕が青の惑星が 1,2,3,4 個もあるから、
あれ？欲しいな。一回だけか。グッズ2枚セットか、ちょっともったいないな。あー取られた。全部色揃われた。カード設定で、あ、ちょっと注意なんだけど、この今週部のフェーズでは基本的にあのカードの効果全部使うか、資源が全部なくなるまで全部やらなくていけないので、あのカードの効果残した状態で資源を貯めとく、置いとくってことができなくなっちゃいます。相手がカード持ってるからこれでカード引かれると尺だしな。カード探索しよう。誰かがプロデュースしてくれた。これで自分でプロデュースしなくてよくなった。あー、手札いっぱい、手札いっぱいボーナス作る。手札いっぱいボーナス取られた。あ、これはレベルの枚数分だけ得点が手に入るってやつで、さらにレベル惑星を通常惑星に切るってやつで、でさらにテイクオーバーがある。これがテイクオーバーですね。テイクオーバーはテイクオーバーフルムアンエンパイアウィズアットレストワンエンプレムカードアジトツーミリタリーフォーザーレベルミリタリーワールドインユアエンパイア、相手が誰か、インペリウムカード持っている人に対して攻撃仕掛けることができるっていう、カードですね。レベルアライアンスとか、結局なんかこれ今レベルになってるのか。1枚捨てて、まあ、これも欲しいじゃ欲しいんだけど、でもこっちは取ってボーナス取って低いから持ち捨てよう。OK。 このカードがタダで出せるか、タダで出して、あと2点欲しいな。攻撃力あと2点欲しい。VP エンジンが完成してるんですよ。資源出せる数と、そしてあの VP を稼げる、こういった本シムのフェーズで。VP を稼げるカードが置けてるので、誰かがコンシュームかプロデュースすると俺がすげえ得っていう状況になってる。この状況を作ったら、あとはあの上の方の開発フェーズなり惑星入植フェーズの方を連打していった方が強いって感じかな。デベロップ、じゃあレベルアライアンス、カードいらない。
あと5点だからこの2枚出して、そうだな、この2枚を出して5ゴール。あ？一応これもレベルだからボーナス点つくし置いとこう。43でだいぶ逃げ切ったな。これでお、手札がレベルカードばっかりや。レベル属性のカードやから、レベル属性のカード出すごとに VP が2点手に入るっていう施設、コスト6の資源施設置いてるから、これで荒稼ぎできてる。誰かインペリウムカード出してるかな。なかったらまあこっちで攻めりゃいいんだけど。これはこのエイリアンカードは手札から1枚捨てれば資源が湧きますよってカードですね。このフェーズ5のプロデュースにしても必ず安定してこう資源が出てくるよっていうのもあれば、資源出すときにカードも1枚ついてくるよってカードがあったりすると、カードを手札から捨てないと資源が出てこないよってカードがあったりする。ちょっとこの辺がいろいろとめんどくさいよこのゲーム。ああどうしよう、もう地引き、ワンチャン地引きした方がいいかもしれないな、ここまで来ると。黄色のカードは結構高く売れるので、本当はどっかテイクオーバーしたかったんだけどな。なかなかテイクオーバーって言っても相手が誰かがこれインペリウムのカードを出さないと、テイクオーバー紫の星マーク from Empire with rest one Imperium card adding to military for each level military world in your empire という形で、誰かがインペリウムのカードをテイクオーバーしなくちゃいけないんだけど、テイクオーバーがこれですね。テイクオーバーフェンドエイド、デュアリングエイド、セットルフェーズ、あ、セットルフェーズか、あ、ごめん、セットルフェーズ、このフェーズだ、このフェーズで、パスすれば、テイクオーバーが発生する形なんだ。今これテイクオーバー状態ですね。でこのテイクオーバー状態の時に戦闘力が弱いやつのカードを指定できる形かな。ごめん、あのデベロップフェーズじゃなくてセトルフェーズ、こっちの惑星入植のフェーズの時にパスをすればテイクオーバーが発生して、このカードで攻撃力9でこのカードをテイクオーバーします。向こうプラス8でこっちがプラス9ですかね。これで OK。 5枚捨てて、
で、カードを VP にしてと。VP チップ46枚ぐらいとかあったけどさ、割と結構チップ減りましたね。あ、無事にようやく勝てた。というわけで、あの、今回のその、今回じゃなくての、レベル、バーサス、インペリウム、あ、レベルバーサスインペリウムに関しては、このカードを引いてこないといった、このテイクオーバーのカードを引いてこないと、相手の惑星を取れない。っていう形になっちゃうのよね。テイクオーバーしたときに、トゥーサクセスと、ザ・アタッカートータルミリタリーマストイキップ、エクスティード・ザ・ディフェンディング・プレイヤートータルミリタリー、プラス、ターゲット・ワールド・ディフェンスですね。このディフェンスポイントですね。で、そうすると成功する。で、ワールドセットデューリング、カレントセットルフェイズドゥノット、アフェクトテイクオーバーテープ、スペシャリズミリタリー、ホバーマイビーユーズ、わからん。まあ、そのとにかくテイクオーバーに、成功すれば、その対戦相手の惑星が取れるっていう話だったんだけど、今回はその、おかしいな、成功しなかったってことか。あ、そうだそうだ、分かった分かった。相手の防御力が8あったから、それで8プラスこの2で、合計10出さなくちゃいけなかったんだけど、こっちが9しか持ってなかったので失敗したって形か。まだ軍事力が足りなかったんだ。でもここでこのターンの時にカードを1枚捨てれば戦闘力プラス1になって10になるはずなんだけどな、まあ、結局カードを奪うってことはできませんでした。ですが、まあ、序盤に、まあ、ここに、ドローエンジンって VP がいきなり手に入るっていうのがあって、初手で、さらに、この、VP とカードが同時に引けるっていう、このドローエンジンがあったので、これで一生、資源をずっと、払って、VP と、そしてカードにしていって、これで序盤は VP と、カード、ガンガン引ける状況してから、中盤以降になってですね、こっちの探索系で、山札掘ってで、こういった軍事力で出せるっていうカードを引っ張ってきて、これをバンバン打ったって形ですかね。で、最終的にこれが決め手でした。レベルアライアンス、レベルの惑星を持ってると、レベルカードを持ってると、ポイントが増えるっていうカードで、レベルじゃなくても、ミリタリーワールド、ミリタリー、軍事惑星だったら、ポイント得られるよってカード。これで結構、大幅に得点得たって形になってます。これでようやく、勝利することができました。というわけで、最初1回目プレイした時とですね、この拡張を加えた時のゲーム性が全然大きく変わったものになってますが、まあ、そういった最初、まあ、8ドルなりですね。で、8ドル払うと無印で遊んでもらって、で、無印で思った以上に気に入ったっていうんだったら、こちらのデザリングストームと、レベルバーサスインペリウムを導入すれば、楽しめるかなと思います。特にゲーム性がちょっと大きく変わる部分であるので、割と無印だとね、結構手作りっていうか、ほんと泣いてから役を作るっていう麻雀ってところだったんだけど、拡張を導入すると一気に目的が増えて、遊び方の幅が増えるってものになってます。で、ルールそのものとしては、まあ、こういった手札を捨ててリソースにする、手札を捨ててコストにする、ここはコストを支払うか、っていうタイプのゲームなんで、これまで、その、出していったカードによってドローエンジンを作って、でそのドローエンジンを回して、カードを得る。ドローエンジン回すときに、その相手の力を利用する、相手の行動選択を利用するっていう点で言ったら、まあ、割と、行動点対ゲームで言うと割と近いものはあるにあるんですけど、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの魅力としては、そのカードがとにかく複雑で、その複雑なカード、それぞれのそのシナジーを、うまく毎回見つけていかなくちゃいけない。で、特に拡張導入するとアホみたいにカードが増えるので、50枚単位で、カードが増えるので、
50枚単位に増えたカードからはシナジーを見つけていかなくちゃいけないという部分がこのレースフォーザギャラクシーの魅力になっています。なので決していいゲームかどうかっていうと、どっちかって味があるゲームって感じかな。あの複雑性って言うのだけど、なんだけど、あのこんがらがって面白いっていうまあ毎回プレイすることにあの新しい喜びなり新しい出会いなりがあるっていう部分で言うとちょっと運ゲーっぽいな。でもそれ言うと麻雀もそうなんだけどな。だけど麻雀で言うとやっぱその手作り、どうやってそのまあ面単品狙うか、どうやってその立てたまま手を作っていくかっていうその手の作り方なんだけど、この麻雀でいうとどの牌を切った方が選択肢が広がるかっていうのと同様、このゲームでいうとどの順番でカードを出せば効率よくカードを次につなげていけるかっていう風な部分で、毎回プレイするごとに大きくプレイフィールは一緒か、あの大きくゲームに対するのアプローチ戦略が変わってくるっていう点で、好みの人は結構好みなゲームだと思います。なので、もしよければ、こちらレースフォードギャラクシー、ちょっとスマホ版高いのですが、まあ、PC でまずプレイしたいと思ってるっていうんだったらレースフォードギャラクシー AI から、スタートしてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ユーザーインターフェースに関してはスマホ版の方が優れてますので、ぜひともスマホ版お買い上げいただければ嬉しく思うでございます。それでは今日のあたりはこの辺で、ラジオの配信を終了させていただきましょう。ご視聴いただきどうもありがとうございました。